新駅では後ろの車両のドアは開きませんのでご注意ください。駅係員がいる駅ではホーム側の全部のドアが開きます。その際には駅係員に運賃乗車券をお渡しください。運賃は運賃表示器に表示されます。次は中野町パールショップと思われ中野町でございます。この駅には駅係員がおります。降り口は左側です。中野町駅は山田醤油の工場に囲まれており、電車を降りると醤油の原料大豆の香りが漂ってきます。山田醤油工場にお越しの方はこちらでお降りください。ホームが段差となっておりますので降りの際はお気をつけください。次は中野町に停車いたします。